モンショハンブルク帝特府は1623年から1811年までハンブルクで最も重要な港無局であった。ある建物を飾るハンブルク帝特府の紋章300年以上、前から残るハンブルク帝特府の紋章ハンブルク帝特府の旗ハンブルク、帝徳三次会は1623年、特に大西洋においてハンブルクの商船を 独自の武装戦で海賊の襲撃から守るため、同志の商人の主導によって創設された。このような組織の設置は、すでに16世紀には試みられていたものの、そういった委員会は長く存続しなかったのである。ハンブルク帝特府は、当初、資産児会員1名、商人数名及び、船長1名で構成されていた。初期の業務を支えたのは、 ハンブルクの地域を通過する貨物にかかる独自の関税収入である。葬式の提徳府は独自に船舶を武装し活用していたが、これらは海賊との戦いで成功を収めることができなかった。この頃から提徳府は交渉を監督する責任を負っている。また1624年には身代金水道所を設立し管理した。同所の施策で、 海賊に連行されたハンブルクの船乗りは自由を買い解放されることになる。同志の商人は提徳府の活動に満足していなかったので、1662年に独自の代表団、護送船団委員会を発足させ、以後のハンブルクの海運保護において成果を上げた。提徳府にはなおも他の任務が託された。ハンブルク港で最上級の警察署となったほか、同参事会は、 シエルベの水石案内組織を管轄下に置き、ノイベルク等の東大とエルベ川の航行標識に責任を負ったのである。また1623年以降は、ハンブルク帝徳府付,付け裁判所として、海運と海上交易に関する法的係争を処理する最上級の裁判所となった。これによって、帝徳府は保険や海村生産人としての業務も担当するようになる。 1639年以降、同参次会の依頼を受けた共同海村の鑑定人はディスパシュアと呼ばれた。提徳府は水辺の土地を造船業者に対応した。提徳府の自己負担で運営されていたハンブルク提徳府交渉は1668年から1669年にかけてバー、その他、提徳府はハンブルクのために外国で活動する領事や、 情報員を管轄下に置いていた。1754年に入ると公開学校の設立によって、船員を養成するための規定が制定された。フランスによる占領下の1811年、ハンブルク帝国府は解体され、再建されなかった。担っていた役目は公益裁判所や、新設された海運、港湾委員会に託されている。その名は、ノイスタットにあり、 1775年以降そう呼ばれるようになり、1707年から海軍交渉が置かれていた提督府通りに残っている。ハンブルクの港湾当局は現在もそのままアトミラリテーツフラッケと呼ばれている旗を掲げる。それにはハンブルクの紋章に見る縄文のもとに黄色いストックを伴う青い怒りが描かれている。これは 水上で周期として扱われており、消防艇や水上警察の集艇は選手機として使用している。現在では硬化樹脂製のものに置き換わっているが、かつては金属製の認識表にもあしらわれていた。ハンブルク提督基金は1987年、自由藩座都市ハンブルクが公益に奉仕する市民権の基金として設置。同基金は記念船 MS カップ3。 ディエゴの所有、管理団体である。そして動線の長期的な保全に尽くし、これを現在の博物館や採事場としての運営のために有限会社、キャプチャーサンディエゴビトリブスガセヨシャフト MBH へ対応している。同基金の組織は理事会と管理機関である。提徳三次会は海運局を管轄下に置いていた。同局は、 ハンブルクで1691年から1873年に渡って存在し、船員と船長の間で発生する賃金問題の仲裁に携わった。このため海運局は、ハンブルクに出入りするすべての船について雇用、もしくは解雇された船員の名とその給料と書いているを記した雇用表を作成した。この雇用表には公開中に生じた乗組員の 増減も中期され、各校の領事から確認された。また、乗組員の交代の契機となった、公開中の出来事も記録されている。多くの場合、例えば公開日誌が紛失した時でも、これを通じて、非常に詳しくハンブルクの船舶の航海が、検証できたのである。クリスティーナ・デギム、コフン・レベン・イン・メタラルタ・ウント・フリュワーノイ・サイト。 C ハンドルウント RB ツリゲイランウンインハンバーグウントコッペンハゲンホーム13ビスツム17ヤーフンダートコンビンバーラグハンバーグ 2005ISBN3 から934613から76から 4S164 ありがとうございます